はい、陽子先生です。うわはい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。セカスズ社交ダンスチャンネルのなんと8回目です。お、8回続いてる、すごいな。今日は、金曜日なので茨城県水戸市になりますね。鈴木陽子ダンススタジオの方に出張中です。今日はそのいつも行ってる僕のまあ実家兼スタジオをですね、ちょっと紹介していきたいなと思います。それではどうぞ。どうぞ、よろしくお願いします。常磐自動車道を走ります。常磐道のですね、いいところは走りやすくてあまり渋滞がないところなんですね。すごく走りやすいです。悪いところはですね、フロントガラスやバンパー、グリルなどにですね、ちっちゃい虫がバン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 当たってですね、潰れていくんですね。虫がもうさ、このフロントに張り付いちゃってます。三郷から1時間弱で水戸インターに到着です。いつもの通い慣れた道ですね。はい、スタジオの駐車場にですね、到着しました。まあ、今はですね、なぜかこのスタジオの外壁を塗装してるみたいですね。なんかいろいろ思うところあって緑色に染めてるみたいです。なんか綺麗な緑色ですね。鈴木陽子ダンススタジオはここになります。それでは入ってみましょう。わお、はい、玄関入るとですね、こんな感じで上に続く階段があって、その上がフロアになってます。はい、陽子先生です。うわ鈴木陽子ダンススタジオは25周年を迎えた水戸市の社交ダンススタジオなんですね。元は僕の父親と陽子先生2人で始めたんですけど、父親が僕が18歳の時に亡くなりまして、以来陽子先生がスタジオを経営しております。こんな感じで2階がダンススタジオになってまして、まあ踊ってみるとこれぐらいのサイズ感のスタジオになってます。ちょうどスタンダードドロにもいい感じで練習できるかなっていうスタジオなので、ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。よろしくお願いしますね。僕の祖父の鈴木美沙夫っていう先生が、生前社交ダンスの世界ではもうなかなかの有名人で、この人です。未だにその恩恵を受けていると言っても過言ではないですね。偉大な祖父ですね。あ、まあ偉大な陽子先生です。こちらはなんか食ってますね。なんか食ってます。そんでこちらがですね、僕の大好きなばあちゃんですね。もう亡くなってしまったんですけれども、優しくて芯が強くて太陽みたいな人でしたね。変な話ですけど、もう僕ばあちゃんのことすごい好きで、未だに守られてるのを感じますね。こんな感じでいつもばあちゃんを見て、おじいちゃん、親父がその左にいるんですけど、毎回帰るとですね、報告してしっかりやれてるかどうかっていうのをちゃんと確認して、自分の中で常に自問自答しながらやってますね。うわ、今は壁が青になってきたのか。うん、うん、じゃないよ。何？あ、現れました、陽子先生です。やめてよ、出さないで。これは夜に庭仕事をする陽子先生です。またでも大変、足がいいから見せ特に意味のないうざ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 い。それでは帰ります。さようなら、じゃあね、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。水戸のスタジオででも、今度からですね、ヤングサークルって言って、まあちょっと若手の、若い子向けのサークルやったりとかですね、まあもちろんいろんな活動をしていきたいと思っております。ぜひ、鈴木陽子ダンススタジオもよろしくお願いします。概要欄に URL 貼っておきます。それともし面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。どうもありがとうございました。生活社交ダンスチャンネル8回目でした。陽子先生、変な人なんですけど、いい人ですよ。またよろしくお願いします。